文学 YouTuber のチャンネル。でまずは何はともあれこの序盤の出だしですよね。この作品は全体で大きく12の章に章立されていて、で最後にまあエピローグみたいな形で項目分けされているんですけれども、第1章が始まる前にページ開いて一番最初のところですね、作者の言葉っていうのが2ページぐらいのがあるんですね。出だし、我が主人公アレクセイ・フョードロビチ・カラマーゾフの伝記を書き起こすにあたって、私はいささか戸惑いを覚えている。他でもないアレクセイ・フョードロビチを我が主人公と名付けはしたものの、人間として彼が決して偉大でないことは私自身よく承知しているし、そのためにこんな種類の質問を避けられるのは予見できるからである、まあ、みたいな感じで、作品始まる前のこう作者の前置けみたいな文章がちょっと入ってるんですよ。でまあ、ああ作品の主人公アレクセイ・フョードロビチ・カラマーゾフって人なんだみたいな、でなかなかとこう前置きが続いていて、結構ねポイントとなるようなことをねここで書いてるんですよ。この主人公のアレクセイ・フョードロビチ・カラマーゾフという人物は、彼はおそらく活動家ではあっても一向にはっきりせぬつかみどころのない活動家、まあ、活動家だと鬼人とさえ言える風変わりな人間、うん、こういう人物だと、まあ、こんな鬼人な活動家の伝記なんかを書いて興味を持ってもらえるだろうかということを心配しつつ、気に入られればどの道読み通してもらえるだろう。だが困ったことに、伝記は一つだが小説は二つあるんだ、うん、重要な小説は2番目の方で、これはすでに現代になってからの、それもまさに現在のこの瞬間における我が主人公の行動である。第1の小説はすでに13年前の出来事で、これはほとんど小説でさえなく我が主人公の青春前期の一時期に過ぎない。だが私としてはこの第1の小説をはしょってしまうわけにはいかない。なぜなら第2の小説の多くのことが理解できなくなるに違いないからになってしまう。ではまとめますと、この作品は主人公アレクセイ・フョードロビチ・カラマゾフっていう人物の伝記で、その伝記は2つの小説からなっていて、重要なのは2つ目の方。1つ目の方はほとんど小説でさえなく、この主人公の青春前期の一時期のことにしか過ぎないと、そう書いている第1の方の小説が実はこの作品なんです。上中下巻。じゃあより重要だとここで書いているその第二の小説は、書く前にドストエフスキーが死んじゃったということで、この作品は実は未完の作品なんですね。これ結構ビビるでしょ。文学史上の最高到達点、東大の先生たち一番のおすすめ、文学のラスボスなどと言われているこの作品は、実はその書くことが予定されていたこの主人公の伝記の前半の方、しかもこの前置きのところでさして重要ではない方って言われてた部分なんですね。そうだから、この前置きで主人公の青春前期のある一時期のお話にしか過ぎない。そんな作者自身の過小評価が不思議に感じるぐらい、世界文学の中でも一番と思われるぐらいの評価を受けている作品。不思議な作品ですね。まあ、実際読んでめちゃくちゃ面白いですからね。こんな作品他にないんじゃないかっていう。そしてまあ参考までに、日本文学界の重鎮小林秀夫先生、およそ続編というものが全く考えられぬほど完璧な作品、彼はこんな風に評価してるんですね。じゃあ具体的に作品の中を見ていきましょう。